後も、あの、まあ、受け取っていただいて、自治会と一緒に頑張っていただいて、いいですけど、ただ、受け取って、まあ、4月の40日、自治会で、今回、今回の職で、いただいて、その中に、実際に入れたのですけど、30月が、まあ、あったというふうに。こちらは、実行委員でして、まあ、あの、パンカンの方々に、で、この記録とかもして、まあ、いろんな実際の方にも、まあ、お伝えがあるんですが、これを、首都圏の伝え方にも書く、100ぐらいの回答があったので、まあ、それがあったんですが、あの、やっぱり最初ですね、その、それぞれの自治体で、まあ、いろんな地域の課題ってあると思うんですが、まあ、そういう課題にしっかりと考えているデータって、あるのかどうか、まあ、バランスってどんな感じなのかというようなことを、あの、聞いてみたりしました。これ結構ですね、当時、面白く、4つぐらいの記事に書かれてますね。あの、例えば課題は多くあるんだけど、多くの場合はデータがあってあんまり余ってないっていう。そう、こっちが逆に現実の時に課題の現実に入ってこれも困ってないんですが、こちらの資格たちは困っているところで、こちらは課題はたくさんあるんだけど、まあ、データがなくて困っているとこちら側は逆にデータはたくさんあるんですけど、ツールがないとか、まあ、あんまりデータを活用しきれてないとかもするとか、まあ、そういうような、あの、そういう実際のことも結構出したというので、こっちは半分は困っている。で、まあ、その辺の方々に対して何か、使ったということがあるというようにお話しました。こういうオープンデータ、オープンガーメンとキーワードとかなんかっていうのを、ただ聞いたことがないっていうのが実は結構いるというのも、まあ、衝撃でして、この自治体のそのトームラインと、あとは都市計画とかロボットとか企画とかのトームラインがあるんですけど、そういうのを結構ほとんどもう逆にそれ以外のものっていうのをほとんどしまったみたいな状況だったっていう。で、もう一個ですね、その、例えば我々がこういうイベントをしようと思ってるんだけど、あの、まあ、参加するしないとにしても、情報提供とかメールを、あの、メールがいっぱい送らせていただいていいですかみたいな。そこも聞いたんですが、これが出所したいっていうような、あの、気持ちっていうのが、まあ、すごくあるというのが、まあ、実際の一人にも現れていて、まあ、3分の2ぐらいの、あの、実際の方々が何かあったというようなものは出所できるというようなことが分かったで、2回目は、特に、こちらの千葉市の、あの、まあ、市の、素晴らしいのが、全体的に進んでいるので、まあ、それを話を伺いたい。実際に、あの、ワークショップで、各、あの、部員がどこに分かれていただいている場所にしたというようにしました。で、第3回も引き続き、もうこの時に、あの、地方自治体から示していただいた、あの、指定課題リストっていうのが、あったので、まあ、そういうものに基づいて、あの、どう、アプローチしていくかみたいな、まあ、具体的な話もあって、かなり準備したというのが、あの、この、実際に、こういった形で、まあ、応募要領なども、示したということでした。で、あの、それと並行して、実際に自治体からですね、あの、まあ、データ提供、あの、いただけどうでしょうかみたいな。コンタクトを、あの、広く始めた状態で、まあ、実際にはこれぐらいの首都圏の中で、コンタクトを持っているみたいに、21時間からご協力いただいて、4日の4日の1年という。実際には、あの、HTML レベルの、まあ、ホームページで公開しているデータみたいなものもあったり、まあ、場合によっては DBM であったりっていうのもあって、ただまだその、生データそのものであるとかっていうのは、うん、話も多くなかったんですが、これが実際なので、ここから、あの、徐々に、普通の自治体の人の、あの、協力自体を
るんですよ。で、そういう単純なシミュレーターだけではなくて、民間側のその、商業ベースのビッグデータ、これはもうですね、我々としては、もっといろんな活用の仕方があるんじゃないかっていうことは、考えてまして、ちょうど、研究機空間調査の実行委員が、自動ステーブの、公開動画の記者者とか、動画通信者とか、ほとんどの、首都圏、検討いただいたりしたので、まあ、こちらも、はい、ステーブの場所だったというふうに。で、あとですね、そのデータ提供するようなプラットフォームそのものも、他で提供している自治体、例えば、加害者さんとか、そういうところも提供し始めてますので、そういうところと連携し合ってとか、例えば、プログラムし合って、ハードキングし合ってとか、そういうことも、今後やってオープンデータとか、かなり重要に、効率化のために必要になってますので、こういった形で習慣で記録を作って、受けながら勉強をしていくというような機会を、いろいろ紹介いたしながら、で、これはもう最後の点のイベントなんですが、実際のチーム作りみたいな、この種ができたらいいなみたいな話をして、ちょうど11月に G 空間エキスポがあったんですが、割とこう、近いイベントをやってるような、エロビーチャレンジと一緒に勉強して、こういうアイデアとか、なのものを使ってます。これは実際に、アーバンデータチャレンジ側の4グループ、あとこっち、LOD 側のコーディネーターの4グループ、みたいな形で、その分野に伝えて、グループの中の5点を作って、その10点を作って、で例えば今のやった後の中でも参考という班は、今日多分後で話してもらって静岡県の店舗でした分野が活用されて静岡県に入れたという形で、結構いろいろ話が盛り上がったというのも、この後チーム作りと公募などに話を聞いたというようなこれを意味でですね、とにかく初めて1年目では、必ずしもみんな我々、オープンデータ系のイベントの、モサーとか全くないので、そういう、モサーの方の力の方が実行委員として、力を借りつつも、でも半分くらいなので、そういう、あんまり経験ないというのを理由にして、それぞれの情報部情報局の皆さんです。よろしくお願いします。本日は富士の国のオープンデータで世界大成果を関係してきた WBC の名前付けたんですけど、私、群馬県が今までオープンデータを作ってきて、けがしてい
年金の人たちなんですけれども、今までの経済学の活用の努力といいますか、まあ、そういうものを対策していただきたいと思います。これは昨年の8月に新規に、ちょっと公開したときに、日経のオープンデータで配信された、配信センターなんですけれど、そこが新聞でも、静岡新聞とか毎日やったりするので、人気ですとか、まあ、そういうので配信されてるのと、あと、国際大学の少女の佐藤さん先生とか、世界史の福野大輔さん、アメリカの方あたりが、そのブログとかツイッターで話をしたりしていただきました。で、福野さんには、その時に、ガイルドビッチという、まあ、その作品を作っていただきました。で最初にどうやってそのオープンデータをの、まあ、コンテンツを作るように始めたかという経緯なんですけれど、まず最初に 何から公開していいのかということで、まず我々としてはすぐに公開してあるものを公開して、まあ、それも変な言い方なんですけど、例えば PDF で公開しているものをそれをその XML とか CSV とか、まあ、そういう形で公開できないかと、まあ、そういうことで、考えました。でその中で目をつけたのが、本人会社でございますけども、東雲人材事業か。これは静岡県で、10の地雷システム、はい、15のがあるんですけど、そのうちの10のシステムを統合したものです。でこれ自体はその2012年に、公開、一般公開しています。で、このデータ、例えばこのちょっと中行事が載ってるんですけど、この中小企業自体はこの PDF を公開しておきます。でそれを、公開してるんですけども、それで納品されたデータは XML です。XML だったんですから、まあ、じゃあ XML を公開してみようかと。まあ、そういう形で、進めていきました。でそういう形で出来合ったのは、コミュニケーションの中小企業オープンデータカタログということで、それから8月21日、その時は全部30種類のデータだったんですけど、現在は90種類のデータが、他の人に提出されております。データの形式は、まあ、XML とか CSV とか SF ファイルとか、まあ、そういう形式を取っています。このサイト自体は作り始めて、3ヶ月ぐらいで作りました。先ほどの話しの時というのは、まあ、主にやってきたんですけど、それだと実装するのは一人、いまして、例えば2人で参加した方というのが、必要です。まあ、その他の、関係者の方のいろいろアドバイスをいただきながら、ここまでお伝えしました。具体的なこのカタログですけれど、ここではその富士山の入館ということで、まあ、現在一番最も多く活用されているデータです。それはその富士山の入館区に1号機を出しが、セットに、まあ、今回でございますように、天然直下状況の大学で世界中に来て、写真は収集という点で、評価されています。で著作権の問題がなかなか県の中にその富士山という写真がたくさんあるんですけど、著作権の問題があるんですから、実は集めるのはどうかという処分が、3人で5人で、で、土日にいろいろ県内全部で歩いてもらって、連れて行っていただくという、本当にボランティアでやっていただきました。で、これは静岡県で、オープンしているデータですけれど、さっき先ほど言った90種類のうち、66種類が、静岡県のデータ。さっきちょっと言われてましたけれども、静岡県のオープンデータの中にその、裾野市さんのデータも入ってますけど、それで全部91、そのうち66が静岡県のデータです。そこに関してございますように、産業拠点病院とか、地震地とか、安全協会の新規とか、あと防災情報、それと、富士山の日本とか、予定地とか、富士山自然給与林の有効性を教室とか、あと観光予定。これはちょっと表示されてはいないんですけれど、都市計画図とか、下水道ですね、あとは人口に関する統計、まあ、そういうものも、オープンデータを活用しています。でこれは園市さんが、提供されてきて、その25データです。でこれはその、まあ、我々で、市等は
で、パソコンに出てたら、そこにやってますから、ぜひ、一緒に協力してくださいというお願いしたら、今、一番元気の人さんが、届くということで、まあ、現在、他の、市長でも、いろいろ準備をしていただいて、というふうに聞いておりございます。で、ここには、その防災情報とか、まあ、学校施設、補助施設、安心補助施設、まあ、そういうものは、市民さんから提供しています。これはライセンスの表示の話なんですが、スプリテルコミュニティの、表示をしてあります。ほとんどはそのデータを改善したので、スプリテルコミュニティを表示して、こういうふうにしています。一部その改善、他のデータとしては、例えば、安静東海地震の想定期間浸水域、まあ、このデータは改善したと。これは研究してくる、こういう地域政策家の方が、改善は、してほしくないと。まあ、そういうようになったんですから、それを改善したと思います。で、実際に活用の話なんですけれど、まあ、これはその公開前にいろいろやってみようということで、中心の場所が1908日に、スポンジングデータパーク2013に参加するというのを作っていただいて、読みです。ご存知のように、年間収入を受けを参加税金が1人、1日当たり、税金の利用目的を発行されていると、まあ、そういう、活用事例です。で、まあ、オートデータを公開してから、いろいろ分かったことなんですけれど、まあ、やはりいろんな人が多く興味を持っていただいて、それに基づいて、いろいろアイデアを出してくれて、これは最初に今作っていただいたデータのアイデアなんですが、これは公開前だったんですけど、オープンデータ公開して、まあ、こんなものが得れるようになったということで、関さんのキーポイントをマッピングしていただきました。これも公開の2021年公開してすぐだったんですけど、福野さんが、作っていただいたアイデアで、これはその道路の、道路の照明灯ですね。このデータを全部マッピングしていただきました。これは当然県から提供しているデータだけなんですから、県庁に関する道路照明灯なんですけど、これに国とか市町村のその道路照明灯のデータを全部重ね合わせれば、やっぱり安心なものを作れるんじゃないかと。まあそういう、アイデアを出していただきました。まあ、ちょっと今、前回まだ、海に当たったりして、修正しなきゃいけない、そういうことがあるんですけど、そういうことになると思います。で、まあ、こういうアイデアのほうに、本格的なアプリとして完成したのが、この富士フォートというわけです。で、これは、富山市在住の、奥山博信さんという方が、作っていただきまして、現在は、Android と iPhone と両方2つで、アプリがありますので、また皆さんでダウンロードしていただくと思います。で、これは GPS を使って、現在地付近にある富士山のビューポイントを、表示してくれます。で、それで、ここに書いてますように、富士山の近くにあるビューポイントの写真、それと、この上の方が、自分の位置と、ビューポイントの、位置と、そういうものが、表示されます。で、それをまた、作ると、まあ、僕の中にとって、この位置に一つ隠して、この表示になって、まあ、ここには、ちょっと、自分の、雲の様子とか、まあ、そういうものが一つ認識されると、まあ、そういう仕組み。それと、もう一つこれは AR を使って、その現地足から撮影スポットまで、どういうふうにしたらいいのかということを案内していきます。AR でその撮影スポットの、方向ですね。ここが地位の方向ですね。ここが富士山の、位置。これがその位置分ですね。まあ、体はこれ真っ直ぐ通るなんですけど、どうももしか右しかなければ、これがですね、右側に行くと。左しか通らなければ右に行くと。まあ、そういう形になります。で、どうとこれは、まあ、たまたま同じ位置ですけれど、まあ、もちろんその右ポイントは右側で富士山が通るかとか、まあ、そういう表現に意味があります。
で、その他にも、これはね、アップマックスという、iPhone ですでに設定されているアプリなんですけど、これ自体はその、クリエイトオートプロジェクトの制作したりとか、その河川とか水辺の、地面とか見える場所とか、そういうアプリです。で一般的なその、全体自体は、個人の方が、写真を撮っていただきまして、でそれを、届けるという形にしてあるんですけど、例えば静岡県の場合、オープンゲートって、水辺作戦というのがあったんですが、静岡県だけは、その全部オープンゲートを使って、取り巻きにしてあると、まあ、こういう状況になっています。これがその飲酒業価格支援とかが出てきました、静岡の市街地です。特にこういうロケ地のオープンゲートがあるんですから、それを元に、ウェブで公開します。このサイトではそのロケ地だけではなくて、ビューポイントと2つを見ることができると思います。で次はその、東北基盤 GIS のパトリナビゲーションなんですけれど、もちろん民間の方でそういうふうにいろいろアプリの活用とかしていただいてるんですけど、まあ、我々自体もなんかしようということで、まあ、真ん中にそのマッピングしてあるデータと合わせて左側にはその設定とか写真とかそういうものが表示されております。そういうふうに表示されてます。でこの、例えば、河川のポイントをタップすると、実際の紙、河川カメラの静止画になりますけれど、まあ、静止画が表示されてで右側に平常時で、左側に現在だということで、まあ、その違いも分かるようになっています。で、これは県のもちろんその作ってはいけないんですが、ちょっとたまたまそのアメーバーの本当に全部で、あそこにその道路を転ぶという、まあ、そういうサイトがありまして、そこでもやっぱりその河川データを使って、マッチングしていただきました。全く女性の主婦っていうか、その短時間勤務の方みたいですけれど、一般の女性の方が受け付けてくれまして、いや、意外に簡単にできるんじゃないかという感じになってます。それで、次はちょっとインターナショナルオープンデータでもありましたけど、まあ、先週は午前中のインターナショナルオープン2014年の話が出されまして、国内で、まあ、30都市程度で、静岡県では、静岡市内で、その県立大学と、あと世界か、富士山の、高層地帯のような、日本の町から、この2カ所で、あと、火災市ということで、県内3会場で、事前に表示しました。で、まあ、オープンデータデーは2月の22日なんですけれど、23日がたまたま静岡県が取り上げました、富士山の日ということで、語呂合わせで23で富士山なんですけど、富士山が引いているということで、23、まあ、富士山に関しては1泊2日で22、23ということで開催しました。この富士山の日ですけど、静岡県内では、公立学校の時は休みになりますし、ご客なんですが、将来祝日になるので間違いなく、違ってます。でただ、富士山の日という名前で祝日になるわけではなくて、天皇誕生日と、そういう、でこれは県立大学で、実際開設したのは IMS の博多さんの様子なんですけど、まあ、ICT と観光テーマに、約40名の方が出席いただきまして、おりました。今回は土曜日の午前中に、まあ、アイデアを出し合って、お金を検討し合って、でその中からその7つのアイデアが、いいということで、その長いアイデアに基づいて、まあ、7つに分かれて、その日の午後、予想を入れる、翌日の午前中と、それだけにかけて、発火さんにしました。だから、ね、徹夜して、私、ここに行ってしまったということで。で、日曜日の午後から、公表ということで、まあ、私も、厚労省という立場で参加したんですけれど、まあ、なかなかそのいろいろアイデアを見せて、例えばその、我々の執行区ですけど、執行して1時間余った時に、近くに、どういうその、楽しみを出して、
のを、アプリで紹介できなかったとか、そしてその、とかビューポイントに行ったときに、そこの景色だけじゃなくて、そこの、進化進行の景色、それと例えばその、大正時代に使われている状況とか、昔の、景色とか、まあ、そういうのを全部、分かるように、そういう対策というのとか、まあ、そういうアイデアを、披露していきますけど、いい加減に楽しかったという感じです。それと、次はこれ、国際で行われた、研究会です。ここは、ワークショップということで、されました。で、多文化共生をテーマに、取りました。古才子というのは、その鈴木の古才工場というのがありまして、まあ、建築者というのは、有名な建築者で古才工場を作っているんですけれど、そこを、まあ、古才、鈴木だけじゃなくて、まあ、トルコとか日産とか、とかいろいろと、イソロスキーの工場がたくさんあるんですけど、まあ、そこにブラジル人中心に外国人がたくさんあるの、たくさんいらっしゃるんですが、いわゆる共生という問題の一部とも言っています。で、ワークショップという中では、その、外国人になって日本で暮らす問題点を設置するということで、午後は、その課題外国の後の研究とかを行いました。で、アイデアとしては、例えばその、外国人の総代のところに、やはり問い合わせがすごい多いのですから、そういうものを一時処理できる、なんか、アプリみたいな感じでしました。その、アプリに関してはね、どうしてその、どういった相談が多いのかっていうのは、そういうデータを蓄積する必要があります。そういうデータをオープンデータとしたらどうかと。まあ、そういういろんな提案がなされました。で、3つ目の会談というのは、日本の松原で、先ほど言いました、富士山の、骨折さんになっていると思うんですけど、ここではその、マッキングパーティーということで、行いました。それで、最初にその、後ろの広げ方の方ですね、名古屋大学の教授でオープン、そしてマッキングパーティーだったので、早川さんに、まあ、講演をいたしまして、その後、日本の松原周辺のマッキングパーティー、フィールドワークをいたしました。で、最初はその、日本の、これは日本神社ですけど、まあ、日本神社から松原駅まで、松原駅まで何日にしますけど、このマンションを全部マッピングしようという、外装のことを考えたんですけど、まあ、入り口行ったらもうマンションが数万本あるもんですから、まあ、そこも諦めてやめちゃったんで、ね、新しく出発のテントとか、この辺のマンションとか、まあ、そこら辺をマッピングを行いました。で、午後、3時頃から研究会をやったんですけれど、まあ、マッピングの意味というのをいろいろお話ししやすく、まあ、その中で、マッピングというのは、まあ、その中にも、自分の情報を使われて、そこで国際対策とか、安全のマッピングという観光とか、で、マッピング情報発信に進んでくる活動になるということで、まあ、ここ、例えばその、サービスの可能性としては、その、マッピングと同時に、電子化したバイオフィス、まあ、そういうのを利用してくれば、面白いんだと思うと、まあ、そういう、ここの話をあります。それで最後にその、テーマの世界最新産業化を目指すということになるんですけど、まあ、現在その、ワールドワイドファンデーションの日本の評価というのは19位、それとオープンナリングファンデーションの日本の評価というのは3位ということになっているんですけれど、今年のインターナショナルオープンデータというで、世界のおよそ110都市が参加して、で、そのうち日本が参加してしまうということで、まあ、その時はですね、参加するところで世界一になったんじゃないかなと思って、で、それで、まあ、国内のオープンデータの状況っていうんですけれど、まあ、我々の自治体だけじゃなくて、生産局とか、南北局とか、農業局とか、いろんなところで、この積極的なデータを進めていこうと、そういうふうに考えて、らっしゃって、で、これがオープンデータをどん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 、広がって大きくなっていって、まあ、そういうふうにしていきたいと思います。
それとそのオープンデータを活用したアプリっていうのはかなりその日本人好みのものが多いんじゃないかなっていうのを感じています。で例えば避難所まで行くそのデータアプリなんかよくあるんですけど、例えば避難所行くまでに右側へ50メートル、それ左側へ30メートル、また右側へ20メートルとか、ああいうのはあまり外国人では興味ないんだろうから、やっぱり日本人的な発想のものがかなりやっぱ多いんじゃないかなという気がしました。で、先ほどあの、セリコさんから、セリコ先生がお話ししたけど、やっぱりオープンデータを活用したアプリというのは、その街づくりとか、環境とか、場所とか、市民の身近な問題の解決になるということで、あそういうその参加者同士の、まあ、意識も相当高いと、いうことだと思います。で、そういう点ではその、まあ、この前のそのインターナショナルオープンデータの、参加者の人も、アプリの開発も割とその敷居が今までの流れの中で低いと、ということでいろんな方が参加して、まあ、コラボレーションしてやってくるということで、まあ、これがですね、今、IT の歴史の中では、あまりなかったこと、なかったのかなということを、すごい感じました。まあ、そういうことを含めると、やはり、ね、オープンデータで世界最先端になるのは、まあ、間違いないと、まあ、私は確信しているという、ということを、最後申し上げまして、私の話を終わらせていただきました。ありがとうございました。続きまして、素晴らしい取り組み、プレーター、オープンデータの活動を懇願しまして、素晴らしい教育者たちを、要請を通過して、お客様の皆さん、一歩を進めるように、皆さんにお話ししていきたいと思いますね。皆さん、こんにちは。芝は、では、何かに、こんにちは。オープンデータ利用です。そういう人はですね、やっぱり家にこもってですね、データをいろいろ人体的分析なんかしてて、主にそう考えてやるのが面白いと思います。しかしも、政策というのはですね、皆さんお手元の資料ですね、結構文字が細かいのでですね、あるいはこれ、データが公開されるとですね、はい、読めないところはですね、後でダウンロードして読み込めてるかと思います。ちょっと提出も多いので、エネルギーを受けていきたいと思います。オープンデータのお金面ですね、まずデータ化、それから共有化、それから最後に利活用があります。千葉市の場合はですね、主にこの利活用というところに、まあ、主眼を置いて、今、いろいろと活動しております。例えばですね、昨年のインターナショナルオープンデータで、スマイストリートを打ち合わせてやりました。それはですね、今年の6月から12月まで、実証実験ですね、実際市民の方に、1300人くらいに参加していただいて実験があって、アップデートすればちょっといいことになったので、何年かですね、今年度4月から始まったんですけども、実際の市民、まあ、96万人の市民に向けたサービスとして立ち上がる予定です。このようにですね、まあ、深さのアイデア、その出てきたアイデアをですね、最大限活用する、まあ、そのまま、まあ、今から示しないでですね、実際に皆さん、市民が利用していただく形に持っていきたいと考えています。そして、まず、出発点のデータなんですが、ちなみにすみません、千葉市のデータなどではなくてあまり受けてません、準備中です。これはですね、千葉市だけではなくて、やはり東京団体が持っているデータという位置づけです。これ見ていただくとですね、この3位の時期は、まあ、開示、オープンなのか、クローズなのか、この時期は個人情報であったら、著作権なのか、そういうことであまり多くできない。で、上下ですね、これが、まあ、スモールで、これ、外部的に、まあ、大きい分量、ボリュームがあるのか、それともそうじゃないのかということです。で現在ですね、自治体で公開を進めるのは、この A の最小限と左上のことですね、位置情報であったり、まあ、施設の位置情報を非常に広く設定よく、たくさん取っています。それから、飲食店の大半の情報ですね、保健所が持っています。というものをですね、公開サイトなんかで、まあ、飲食店の情報なんかで一緒に公開しています。一方で、このビッグデータというわけですね、見ると、
企業の支店環境は、戦争に向けたのが多いです。例えば、大気汚染、気温の原因があったり、それから河川の水量ですね。というのも、戦争が上がっていくことだと思うんですけれども、国のところですね、比較的市町村が重なる。国のところですね、都道府県、あるいは、あっという間に大学なんかが重なる。今日も校舎というのはしているところなんですが、こういうのが豊富になっていると思います。で、この状態の、ちょっと課題としてはですね、次に持っているんですが、やっぱり宿業ベースに売られてたりするんですね。今、内閣官みたいな収入源として、すぐに、見て、今度は販売されているとか、そうすると、無料で公開する、なかなか人気がないなっていうのが、今、状況だと思います。最後の C ですね。ビッグデータなんだけど、クローズ。ドラマントラックですね。不正規だった。そういうことかな。ところでですね、こういう、いわゆる個人データの中では、さらにおかしいな状況が起きています。これについてはですね、そのままの形では多くですね、今後、どうしていくのか。匿名化できるし、あるいはその前に、クローズ化ですね、それなりの何々詩っていう大きな法律じゃなくて、もっと何々区だとか、何々区だとか、何丁目、中等部とか、何々区だとか、そういうことはですね、東京情報であっても使えるようだというのは、あれだと思います。そしてこちらですね、今後2、3年くらいで、それぞれの部分がですね、データを上げた中で、どういう使い方ができるのかというのは、本当に整理して想定していました。まず、A の部分ですね。スモールデータなんだけども、多くの。この部分についてはですね、すぐに、昨年、オープンデータでやった、スタンスクリーンとか、シバルコという、ファリスとしてですね、このように用意しています。非常に、聞く人は、もう皆さん、皆さんで用意してるんですけども、そのために、シバルコが、ダウンロードしていただいて、それで街を歩いているときには、なんか歩道が入るか入るか、街の上ですと、ダウンロードとして、それで街が歩道を下げるとか、こういうので、例えば電車が通るとか、こういうのをですね、発見した際に、アプリを使って、お写真を撮るとか、じゃあ、マップがついてますけど、そのマップ上にですね、ずっと下げるとか。皆さん、この人さんのことによってですね、市民の方々が、皆さんが投稿した投稿を皆さん見てる。そのように、市民者の投稿も、担当がですね、道路を担当しているとか、そういう担当しているとか、関わる部署が続いてくれる。この後ですね、処理を行っておりますが、どれかに、ああ、そうなんだ、課題がたくさんあるんだというだけじゃなくて、いつかにその課題に対応したとしてもですね、市役所、これは、従来通りです。例えば、道路を陥没してるというのは、法律を、別居した直しちゃダメですから、大丈夫なんですけど、例えば、夏の間、病院の草が乗り込めるのとか、子供が遊ぶのに邪魔なこと、そういう課題が想定されるんですけども、そういうものについて、市民だったらですね、そんなの、俺がやってるよ、という方、言う方がいるとですね、その方にお願いできるので、ね、それにですね、どちらしてもですね、今年か来年あたりで人口のピークです。すでにですね、首都圏も少子高齢化、人口減少というのが、地方の問題ではないということ。しかし、税収は減っています。というふうになるとですね、地方の人数がたくさんある。だけど、もうお金の人も考えて、そういう中でですね、リスニングをつけて、ここに行かなきゃいけないというふうな状況です。ですから、マップを見ていただいてもですね、やはり、受け付けました、取り組みますというのは、やっぱり、本当に高いものか、無視をしていなきゃいけない。そうなってくると、そんなに危険じゃないような、公園ですね、なると。そういうのは、安心されてしまうんですね。で、その人にですね、いや市民が自分が使えるという方がいればですね、そういう方々の力を、なんと、使用して、我が国にとっていって、効果があるので、そういうことも、役所の人、市民の方の
てもどれだけ活用するような、そのような設計をしていたの。総務省としてはですね、これまでは問題がある、そうとしていたんですね。で、私にじゃなくて、課題の人の市民の方を紹介して、じゃあ、どうしたら、これ、補償するんでしょうか、一生懸命、そういうようなこともですね、政府に対して、あれやってて、こうやっててっていうわけではなくて、自分もですね、市民の中には、自分でいろいろできないのか、どう連携したかというのがありますか。それで、やっぱりじゃあ、自分がコミュニティに出ていって、自分が助けたけど、自分の中、社会に貢献できるんだと。そういうことをですね、どうしていくのかと、今日考えています。そしてですね、情報をですね、成功に向かうとか、それを静かさに、さんの事例がありますというのを話しました。それから、AI を使ったりとかですね、防災関連データ。それは、千葉市内の、勉強企業を作ってきたんですけど、避難所はですね、避難所とか避難ビル、千葉市は海に近いですから、津波が来たときに見えないので、そこで、民間のビルをですね、津波避難ビルに指定しています。で、それも、ご案内に行きます。それでですね、このアプリがあると、こう、ビルと、向こうの景色に、まさに、こう、取り付けされるような、避難ビル、ありませんみたいな、地獄を入れることで、民間の市民ですね、市内の事業者の方も、活用して、アプリを作っていただいているという状況です。そしてですね、3番目が先ほど、4種類の人がありましたけど、一番右下のところに、個人情報が示していない情報、医療情報とか、そういうものを、視聴者が集まっているんです。ただし、すぐに公開できない。そして、やっぱりどうやって活用していくのか。クルーズができればですね、こちら今、準備中の事業です。変更本社。出発からですね、関係者イメージの上に、なんか、あーんと違うことがありますけど、変更診断です。国民健康保険。これはですね、市町村が、健康診断をやることになっています。先ほどですね、東の大学で30万人ぐらいが出てるんですけども、その結果でですね、提出して、今度は、病院に行ってくださいっていう、そういう、何かもう、課題が発生したらなと思いました。その結果、いよいよ分母になってくる。現実的な国境事業の損失が、獲得している、120億円ぐらいですね。どんどん増えていく。で、それじゃなくて、今後ですね、健康診断になった結果、発言をしてないけども、この傾向で、あと5年、かつは、そういう、それが出勤できるようになるのか。できれば対策によって抽出して、その機会の中に発動しない、そのような活動を生み出す。ですから、会社に入っていると、皆さんの規模の、店舗なんかでもやっていると思います。そういうところをですね、とても積極的にやっていると。ただですね、会社でもよく担当的にですね、テレビの写真に撮影しようとか、あると思うんですけど、続かないんですね。3ヶ月後、僕の誰も出てきたんで、でもですね、継続させるためにですね、具体的に健康サービス、健康法を通せるためにということを考えます。どういうことかというと、健康サービス、例えば、医師が提供するサービスとしては、市民プールとか、トリストとか、あるいは、コミュニティセンターで養成施設、ほぼ無料に近いようなものですね。一方で、日本のサービスは高いんだと。スポーツジムとか、人にして、技術サービス、何とか食料とか、あと、家庭用の、体脂肪という体操設計のようなものとか、検査するとか、こういったものですね、たくさんサービスがあるわけですから、新たに、健康指導、スポーツ、趣味、もちろんよっていう、誰もの指導だけじゃなくて、その後にですね、自分の活躍を考えてましたけど、活躍をされるようなサービス、活動、こんなのがあるし、何もないですよ。そこでですね、市民の方、で、あくまでも、医療災害の時代ですけど、市民の方が選びました。もし、民間サービスを選んだらですね、民間サービスを選んだ場合に、市役所が市民、お客さんをその選んだ民間企業に紹介します。ということは、これは代理店の市役所をやっていることになりますが、代理
権手数料原資にですね、こういうところがありまして、で、翌年健康診断があった、で、予備軍が全部発出しました。そういう結婚を残した診断がないんですね、本当です。アプリコンとか何か、もう実際に商業サービスが使われなかったので、アプリコンが見せるというのは何かな。で、できるかどうかというと、会社の予備軍システムとかできるかなんですが、さらにそれよりも自分ができれば、これは、たぶん、庶民で健康診断、困らないというふうに思います。その後に、どういう治療をしたいのかと思います。その方が、テニスクラブか、優勝サービスとか、何かと何かと特別的に行ったのか、本当にまだ健康診断ということは、どういう生活、健康診断、何をやったとか、どう動いたっていうのが、わかると思います。それはですね、いろ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 とは、まず、市民の関係です。市民が、メニューの中から選ぶ際にですね、まあ、よく間違いない。なんちゃら大学やってるんですけど、それで非常に驚かされるんですが、実際に他の市民の発言の結果から、効果があったサービス、ご統計を出てきますが、そのから選ぶんです。以前言われてないので、それは、結構少しの事業者ですね。自分のサービスが、同じカテゴリーの中で、どういう価値か。自分のサービスと他の何かのサービスを取り入すると、すごく高く取れます。こういうのが利用できるとですね、非常に民間事業者としても、安い仕組みになっていくと思います。これ以外にですね、例えば、しばし、このデータを取り組み紹介しましたけれども、複数の他の自治体とですね、共同で取り組みの仕組みになっています。こちらですね、日本市協議会とありますけれども、その次の武雄市、都市があったんですね、武雄市とか、有名ですけれども、奈良市、福岡市、という歴史の市をですね、共同して、海外文化を昨年にやりました。それと何かと言ったらいいかというと、ここに、この国会、費用がありますけど、僕を使いますと、3ヶ月間ですね、アイデアを受けて、単独でやると、秋田県よりたくさん集まるんですよ。提案221提案、個人の方と IT 企業のたくさん提案いただきました。で、それと並行して、これも、うちわだけ首都圏に代表者の人ですね、移行会社の中でも、皆さんに参加しました。たくさん参加していただきました。で、最後にですね、まとめてですね、海外中連携者を開きまして、こちらの、ご紹介しますね。で、これもですね、特徴として、受賞者の後ろに、こう、どんどん市長が並んでるのか、これ近しいとしてですけども、実際にそれを評価する人が、まあ、最高責任者、そこの自治体の特徴の人が評価します。ということはどういうことかというと、これ、価値表彰とありますけど、このアイデアは確実に、それぞれの都市で実際にサービスとして立ち上げることができます。これはやっぱり通常のアイデアさんに紹介しても、まあ一つの仕事だと思います。アイデアさんはこれからではその後に本当のサービスとして、この市役所を市民に提供することができます。そしてですね、もう一つ立ち上げとして、中東検視首脳会、まあ、これもなかなか知らないやつなんですけど、参加団体とか見ていただくと、東京都、そこに分析する点、その中にある政令指定都市、いわゆる大都市ですね。これは参加してます。具体の目的はですね、皆さんで足並みを揃えていくのを揃えていくことなんです。で、今、どういう足並みを揃えようとしているのか。まあ、自主項目に、比較化制度というところに丸がついていますけれども、救急とか防災の分野ですね、これらの分野で、オープン分野を推進する際にですね、それぞれの自治体がバラバラに予定式でデータ公開すると、使い合うことは非常に迷惑な話を考えているんです。まあ、例えば、そういう防災関係のもので、今、防災マップっていうのが自治体で公開されています。これは非常に厳しい違うんですよ。まあ、ここに考えて、あれば安全で、あれば危険だろうと、例えば大間違い。例えば、海に近いような、まあ、標準低い自治体だと、
近鉄地域を危険なんで、危険事故を予防したりしているわけなんです。で、それに対して、首都圏に住んでいる人、私は千葉市民ですけれども、都内になります。一つの自治体の中で一日が完結しないんですね。しかも災害が起こると、自宅管理になる。自分が普段知らないようなエリアで被災してしまう。で、それにさらにですね、そういうデータを利用しなきゃいけない。どこをどうやって見れるか、一番近い確認することなのか。そういうことをですね、こちら、南関東地域の自治体が足元を狭めてですね、同じ形式で理解を公開すれば、それはアプリにもできるし、利用する場合も意外なのか。で、実際と、自殺の部分は追加事実で防災訓練をやってみました。今日の避難情報の位置を登録したりですね、アプリを見ながら、情報検索をして、避難所に行くという、これまでも防災訓練、経験者としては、登録するというみたいな話ではなくて、より自治体の被害を想定、シチュエーションを想定したような登録というのが行われました。この形でですね、千葉市はですね、先ほど、部活用という、第3のステップですね、そこを、今のパークとして、今、進めているところです。まだちょっと時間が変わってますので、ちなみにですね、これは、ページを見ていただいて、海辺の千葉市のマークの下に、ドキュメントをカットシーンの視聴値が、これ、著作権じゃないですよって言ってるわけなんですよ。なんでこんなページが中心場にならないのか。これないことなんですよ。メインのコンテンツじゃなくて、この下のところに見てください。漫画描いてあるんですよ。マリンスタジアムとか、モノレールとか、千葉市動物園とか描いてあるんですね。そういう漫画が描いてある、これ、いらっしゃらない方が描いていただいたんですけど、これ、もちろん権利としては買い取ったんですけども、それを改変まで含めた権利で買い取ったものなんですね。ですから、これ CC バーにして、なんかこれ買い取るんですよ、ということも言えないんですよ。ですから、そういうことが今後進めるにあたってですね、データ化のところでもあるんですけども、情報生成のルールですとか、調査制度のときにですね、ちゃんと管理しておかないと、実際に誤解する範囲になって、感覚しないということになってしまいます。そういう人種が使っている個人資料からは、とりあえず見ちゃってます。どこに預けない資料ですけど、その代わりに、ここに中心からのワンペアが入っています。それともなんですね、これまでの東京の自治体のやり方とはちょっと違ったプロセスを取り組まなきゃいけないというところが、いくつの課題として出てきたところで、ずっと活用していくということでした。皆さんも、ぜひ、こういうことをですね、応援していただけるというのが、ステージになると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、東京都が水原市の紹介を行いまして、水原市政策局担当理事、小川副局長により、ご協力いただきまして、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、小川製作局担当理事の木原でございます。皆さんの後に、これを続けて、皆さん、大変上手なことをしましょう。この後に出会うのは、本当に結果なんですかね。そこの順番、結果を選んでおりますが、まず、最初にちょっと、当局ね、私に話しますのは、私の名前でちょっと話しておりますので、私の試験です。そういう前提で言っていただければと思います。大丈夫なので、ちょっと、私にご紹介いただきたいと思います。でまず最初に横浜市と私のことを紹介ということで、今日20分しかありませんので、ちょっと短時間にしたいと思いますけれども、横浜市ですね、いろんな側面を持った都市でございます。真ん中に上の方にありますように、日本最大の通じ伝いということで、370万の人口を持っています。先ほどは三木さんから見ましたけど、横浜市も2019年にですね、374万人という数字に人口になりまして、そこからは人口減少を迎えると。そういったようなことが、もう大体見えております。そういった中で、様々な選挙戦略を展開しているということで、左側からなりますが、最近数をゼロということで、これは昨年の4月に現在で、ゼロを達成したということで、本線の開始
層の、まあ、非常に強いリーダーシップのもとで、まあ、女性の方々が働きやすいといったようなものを掲げて、まあ、人を呼び込むというようなことを一つ掲げております。他に、まあ、グローバルマーケティングコストというパシフィコ横浜という、まあ、会場ですけども、国際会議というのも、まあ、いろいろ通じて、創業してやってしまいます。経済を回していくと、まあ、いったようなことも計画として掲げております。また、真ん中の下にありますように、文化芸術総合都市ということで、ここではロゴでですね、イラスト文化都市2010年横浜というふうになっておりますけど、新しくですね、こういったそのイラスト文化都市という、日中間の、大臣の合意でですね、できたスキームがございまして、横浜がこれ最初の都市として選定されているということで、今、さまざまな、文化芸術関連のイベントを展開をしております。それから右の上にあります、アンケミア都市という、まあ、その、国のスキームがありますけれども、これにも掲載されているということで、なので環境に優しいな都市ということを追求していて、まあ、そこにあるような、まあ、強盛りという、まあ、いわゆる EP のですね、まあ、ロシア、アメリカの業者というのも、まあ、影響を実践的にやっております。また、右下のですね、これ、まあ、その顔ですけれども、横浜のですね、近畿大学の出陸領域の谷口先生というのは、お皿なんですけど、IT サイドを活用するですね、関西、関西を再生する、こういった研究をしております。まあ、今、最低医療と様々な、マイケル以外のスタッフサイドというのがありますけれども、まあ、最低医療の、研究を通じて、新しい、まあ、医療、創薬、そういった産業を創造する、まあ、こういった取り組みをしております。それですね、真ん中の方で、まあ、地域地っていう、まあ、これは地元のイベントの写真を撮っておりますけれども、横浜はですね、非常に地域の皆さんの意識が高いというのが率直な印象でございます。まあ、いわゆる NPO の数も、まあ、日本で最大、まあ、人口以下って言うかもしれませんけど、まあ、そういう状態が最大になりますし、あとは町内会議地下にですね、加入率も大都市なんですけど、まあ、7割を超えている、こういったことで非常に地元のですね、活動に参加をすると、まあ、そういったような印象、意識が。非常に高い、こういう都市になっております。まあ、そういうことがあってですね、今日お話しするというの関係でもですね、この地域の力というものが非常に大きく、寄与しているところでございます。で、まず、地元がちょっと暮らせます。一応、まあ、冗談なんですけど、一番端ですね、私の、まあ、写真なんですけど、総務省がですね、海洋版の採用の、コンビニした写真なんですね。で、それでですね、本当に実は、利用条件に書いてなかったんです。まあ、そういうのも僕にやってるんですけど、何でしたっけか分からないので、一応聞いたんですね。使っていたんですか。そしたら、先に書いてもらいましたので、今、勝手に使ってます。なんですが、ちょっとねじりをしていたら分かりませんので、ちょっとこれが、全体の先ほど見せた感じじゃないですけど、ちょっと今日は、こっち縛ってはいかないので、考えないとおしいことでございます。でですね、私は2012年に横浜市役所にちょっとお世話になることがありまして、右側をちょっと、ホテル書いてますけど、社会支援センターというところを担当させていただいております。まあ、こちらはですね、ちょっと次に説明しますけれども、まあ、要はですね、横浜市の住宅のですね、立案にあたってですね、さまざまな基礎的な情報を集めたりとか、調査をしたりとか、各部署の政策を企画を立案を支援するとか、そういったような仕事をやっておりまして、で具体的にはどこにも書いてあるので、上に丸一の点書いてあるので、GIS という関係もやってますし、人道整形ということもやってますし、あとは、マスミテラ社長という文化も作っております。それから、まあ、社内の施策業という施策業構想ですね、まあ、今は、まあ、年に1回発行をしております。これがもう50周年を迎えられるということですね。今年の3月にまた出しますが、そこではオープンデータの取り組みを取り上げる予定としております。まあ、そういうことでですね、テーマとしては、一番手にありますけれども、市民の皆さんと政策課題を共有化して、動画するという、まあ、ここで、まあ、共に政策課題を開始していきましょうと、そういった、まあ、コンセプトのもとに、こういった業務をやっております。まあ、そういうこともありまして、オープンデータの取り組みを、この政策センターでやっています、ということでですね。では、横浜市のオープンデータの関連の取り組みをちょっとご紹介をさせていただきます。まず、これ、先ほどの、今年度のですね、総務省の、まあ、労働基準白書です。ございます。ここで、まあ、オープンデータについてですね、一つ、証拠として、説明をしているわけなんですけど、そこで、証拠の中の取り組みということで、社外機関と、まあ、本日、横浜市の取り組みが紹介されているということで、まあ、横浜市の方が取り組みですけども、まあ、
情報通信アクセスで1ページを割いてご紹介したいと、このようなご状況でございます。でまずですね、もともとの発端からちょっとお話ししますと、最初に申し上げておきたいことは、横浜市ってもともと市役所でですね、オープンデータをどんどんやっていきましょうというようなことを掲げていたわけではございませんですね。まあ、千葉市なんですけど、熊谷市の、リーダーシップというのは非常に大きなことでございましたと思いますが、横浜市は全くそういう状況ではなく、興味いたしましてですね、むしろ市民の皆さん、地域団体の皆さん、そういったところがオープンデータ、データの活用というところをですね、取り組んでいく。それは先ほど申し上げたように、地域の人の課題をですね、地域の住民の皆さんが、主体的に解決をしていく。そこに、この行政が持っている、データなどを活用するということです。そういったアプローチで始まっています。で最初に始まったのが、横浜江戸織プロジェクトというところで、横浜市の芸術文化振興財団、芸術人と書いてますけど、もともとウェブサイト上にアートの関係、イベントの情報ですとか、接種とか、そういったものを、結構、画面出したんですけど、その情報をですね、LOD 化、インクロープンデータ化しまして、提供すると、そういったことを始めました。でそれをですね、使って、ウェブサイトでですね、横浜アートスポットっていうのは、そういう、サイト、ウェブサイトのサービス、サイトのサービスとか、そういったようなデータ化というのを事例につながったというようなことでございます。これが、横浜アートスポットっていう、その、こちら、というところですけども、変な URL もありますので、またの通報でご覧いただければと思います。これは通常にですね、アートイベント、それからその会場にですね、情報をクロスして、ご自身の近いところですね、例えばこういう空気付き合いを結構やってますよっていうことが、お互いにやられているところでやってますよとかっていうところが分かると、こういうようなことがあった、米軍人というところのデータを使って、今、立ち上がったというところが、最初の取り組みになります。それからこちらもですね、本当に有事の方が取り組みですけど、先ほど静岡県の皆さんからのご紹介がありましたけど、電気はどこに行ったんですか。これは横浜市が実は日本では最初になる状況になります。それで大きな状況がありまして、現在、この研究で見ることでますと、100ミリットルぐらいがですね、電気はどこに行ったっていうのを今後までやっていく、こういうふうになっていますので。ただ、自分が思っても、広がったオープンデータの活用方法ではないかなというふうに思っていますが、それも最初は、最初の市民の皆さんから始まったと、いったようなことがあります。こういったですね、横浜市民の皆さん、団体の皆さんの取り組みっていうのを踏まえた上で、横浜市もですね、市民の皆さんから始まろうよと、いったようなこともあってですね、立ち上がっていったっていうのが、実際のところになります。でその背景としてですね、2つポイントとして申し上げたいと思いますのが、まずそもそも、利活用をするのは、オープンデータの場合、基本的には、市民、企業、団体の皆さんなどだけでございまして、それはですね、連携を図るということで、横浜オープンデータプロジェクトの発展委員会という民間団体が立ち上がっています。これは、平成24年の12月ぐらいに立ち上がっておりますけれども、様々な関係の分野の皆さん、日本の芸者の方もいますし、芸術家の方もいますし、企業の方もいらっしゃいますし、そういった方々が集まって、こういう委員会を作られたということと、あとその下にですけども、これ、去年のことですけど、横浜市の CIO がいるということですけど、この中小の CIO の生活のもとで、データ通訳としてはですね、何度としてやってるんですけども、そういったデータが局にありますし、実際に技術を通用していくということも含めて、ちょっと鍵を確保する、横浜には重要性の手がありますので、そういった重要性との連携というのが特別に。そういうことで、政策実行という中心としてですね、都内の団体との統一をするために、横浜を含めオープンデータ的プロジェクトという名前でですね、会場を統一をいたしました。でまず、横浜オープンデータソリューション発展委員会の協力会議についてですね、先ほど申し上げたように、去年は2012年の12月に設立をされました。でそれでさまざまな取り組みをですね、継続的に行っていただいております。立ち上げは2013年1月にですね、アートを担当、先ほど申し上げたように、LOD プロジェクトということで、芸術文化振興財団の取り組みもありましたし、あとやはり担当という意味があるのがですね、非常に、スタートとしては取り組みやすいテーマ。というのは、データとかも立ち上げているのがありますので、アートと担当ということでですね、テーマを絞って入り合います。それから、
各社接種もできまして、昨年の一般の方たちの内電もやったという。でそれから横浜でしたら6月にですね、一番の、開校記念、開校祭というのがあったんですけど、そこでも例えばまた言いますけれども、AI の技術を使ったアグリューの技術の待ち合いの手話というのが、そこに対する取り組みを継続的にやっています。要素としてはこんなイメージになります。左側から、アイデアが発生するだけで、アイデアを出していったり、実際に物を作ってみて、で実際に作ったものが、例えばこの真ん中の AR の作品なんですけど、これはあるスポットに行くと、特定のスポットに行くと、現在の情景が見えるわけですけど、ここにですね、正しく、ここの、その写真とか浮世絵とかが、浮かび上がるということで、これは今、この感染したんだよっていうのが、今、同じように決まってるんですけど、もともとはイギリス人生の毒があったと。この毒があったんですよっていうことが、そういうふうに認識されるっていうことで、そういうのもですね、マチュアルスのガイドさんとか、一緒に歩きながら、マチュアルスでよりマチュアルスを楽しもうというような、プログラムに作られたことでございまして、実際それを使ってマチュアルスをやってみると。で、そのマチュアルスなんかやった後で、またイベントを使って、愛だとの作品の形で、実際に作っていくと。ということで、プラスアップは関係して、今回の取り組みをですね、国民化する人の発見自体という民間団体が中心となって、回しているという、こういうことをやっています。で、こちらは都内の、プロジェクトを進めて、ちょっと簡単にしたいと思いますけれども、もともと横浜市のですね、IT 関係っていうのは、そういうことというところが時間を経営しています。なので、IT が経験することが広いであるんですけど、これは総務局がですね、本当に行きましょうっていうことになってるんですけど、いろいろややこしいので、その下に置いて、教えましょうっていうふうに整理をしました。下となるだとお客さんに対して、もうこの1本で整理しましょうと。で、その下に、アーキング店の活動を入れまして、個別テーマについて、利活用を仕事にするということをやるわけなんです。そこから、基盤的検討ワーキングをすることで、全体の、発生成功なんかのルールを作ったりとか、あと基盤整備だったり、こういったところを検討する2つのワーキングを出されて、推進体制を作っています。で、実際にですね、この去年の取り組みを進めるということで、昨年の企業の方々と連携ということになります。その一つの例として、ちょっと挙げられますのが、日本内藤国家株式会社さんとですね、この連携協定というものを昨年の7月に、もともと別の部屋だったのを作らせる形で、結びました。で、それを前とですね、先ほど冒頭にも申し上げましたように、横浜市の女性の活躍活用っていうものを非常に重きを置いて取り組んでおりますので、横浜ビジネス施策という取り組みをですね、やってるんですけど、そこの場でですね、女性の視点と分出たっていうのを掛け合って、アイデアとかを出しています。で、そういうところで、いつかのアイデアというものが、出されるで、またその下にですね、東京定期の会社の内藤実感についてやってきたというのが、横浜市民会高校という高校があるんですけれども、そこでアドリブ成功されています。両方のですね、日本人会社の方と内藤実感のその、優秀な支援と言われてやっている内容ですけど、その下に写真届かありますけど、これ今年の2月のですね、オープンデータデー、インターネットオープンデータデーのですね、時に、その上のですね、上間部分としての、アイデアでも作ったのが出て、あるいは最初の高校の高校生が作ったアプリの高校生一体のことも、やらせていただいた、そんなようなことになっています。で、それからですね、そもそも実証実験がいろいろありますけども、横浜市も実証実験参加しており、具体的には実際情報流通機関、実際情報流通連携機関というのを実証実験を総務省がやっています。これは実際としてオープンデータをですね、地方に渡りまして、当然必要になるロータデータの API もあるわけですけれども、そういったものをですね、より実際が展開しやすいようなスペックを、作っていこうというふうな実証実験でございまして、これに協力するという形でですね、お話の、データの提供とか、バリカチの促進のためのイベントを打ったりというようなことをやっております。で、具体的にやってますのが、旧東海道町あるということで、これはですね、旧東海道の宿場町があります。宿場町でも、宿場屋です。こちらという宿場裏、この辺の宿場町があります。そういったところにですね、やはり観光としても広げたいということで、宿場町ですから、古い写真とかですね、資料とか、っていうものが、
すごい今の元民間の人が回っていって、いろいろ集まると。そこでは実際に区の職員の方々が足を使って、まあ、お願いして集めたことになるわけですけども、そうやって集めた、まあ、古い資料、写真などをですね、先ほど町歩きのところでお話ししたけども、まあ、AR を使ってアプリで活用していくというような取り組みをやっています。それから、まあ、その下に、箱根山団地、バイオモトカップ、5000町歩きっていうふうに書いてあるんですけど、箱根山団地というのがまさしくケースでありまして、これは、まあ、非常に、なんていうんですかね、老朽化といいますかですね、住民の方々、高齢化が進んでいまして、国立としての活動面などが困難を抱えている、そういった状況があります。一方で、その1階のエリアにですね、不動産会社が日本海の企業が持ちたというのは、土地を獲得し、新しい住宅から導入したというのがダイヤモンドパークということで、そういった2つのですね、新旧の住民日というのは、ね、連携をするための一つのきっかけにしたいということで、防災の手当というところを決めました。これは実際に実行機関が提供しているというのが、まあ、防災に関する、まあ、データ、避難が相談するデータを、まあ、提供した上で、まあ、それぞれのことに待ち歩きをやっていって、であと地元の企業さんにも協力いただきまして、人間させになるような、あげたい学校を用意しまして、そこに協力をしていくと。そこでもまたアプリにすると、同じような作業ですね、やっていくと。そういうこともやりました。これもですね、利活用の促進というか、まあ、実際こういうことをしていったらいいんじゃないというところを、いろいろ、まあ、実装できているのを実感としてやっていると。で、また、ね、一番下にありますけども、オープンデータ、アプリコンテストっていうのを、総務省オープンデータ流通促進コンソーシアムの共催でやっています。まあ、そこにもですね、まあ、データを提供するということで、協力をするというふうに思います。それから最後に、こちらですね、金沢育成コメントっていうのは取り組みをやっています。それを金沢局っていうところがやっている話なんですけど、こちらはですね、下の図に書くように、金沢区内の様々な情報を、まあ、それだけ化して、金沢育成コメントっていうのを形成するですね、ポータルサイトを使えるともに、オープンデータを提供していくと、そういった取り組みをやっています。まあ、そのデータなんかも、ね、その他のオープンデータポータルっていうポータルサイトで提案できるということでございます。それから、まあ最後になります、インターネットオープンデータデーの様子です。そのセッションで開催をいたしまして、まあ、岩さんの方も、それからさっき言った高校生なんかのユースワークショップ、それから AI マッチャリスと実用化のということで、まあ、写真はですね、AI ドローンっていう、まあ、要はラジコンでですね、複雑写真撮れるという形で、まあ、多分このユースを使ってないですけど、こんなのが多分、世界の各都市以上の国であれば、多分、呼ばれるだろうというふうに思います。でまたですね、先ほど申し上げましたように、日本ビジネスポスターとか、最初のケアの話とか、さまざまな取り組みをですね、利用する形で、男性同士のデータ税の取り組みになっていただきました。で、参加税は180人ということで、まあ、多分世界最大規模かなというふうに思っています。ちなみに、先ほどの話したことなんですが、まあ、グローバル、まあ、グローバルの勝利という研究からですね、ベルギーで1年は2つ以上新しいという情報がありまして、ベルギーは3日間で、しかもベルギーで上位180人だったらしいので、多分、少しとしては横浜市がやはり最大だったんじゃないかなという進むというところでございます。それから、ちょっともう飛ばしますけど、横浜市のオープンデータに関する指針というものを今、作っています。市議会にも説明をいたしまして、年度内には提出されておりますが、まあ、これにしては、ウェブサイトのようにですね、情報をオープンデータ化していくと、でそのウェブサイトをですね、オープンデータ化の基盤として再整理していきたいというふうに思っています。それは今のデータとか、全部は、状況全部ありますので、どっちにも再整理しようという中で、人に見せる、まあ、ウェブサイトと、まあ、オープンデータ上のデータの、形成というのを、まあ、時間というか、まあ、一つの作業でやっていけるような基盤として、構築かなというふうに考えています。また、見るように条件自体、ゲスト自治体ということで、もう、打ち出していくと、まあ、こういったようなところでございます。で来年度に取り組みましては、まあ、研修もありますけど、そこに行ったような業界のオープン上とか、それから DIY 制度の研究とか、それから、やはり経済のですね、活性化に上げていきたいというのが、一つ大きな思いですけども、まあ、アプリ使ってらっしゃるというのもいいわけなんですけども、やはり経済活性化に上げていきたいというふうに、中小企業のですね、方々の期待も大きいので、まあ、そういうことを、まあ、理由を取り組みと、提携していただいて、まあ、オープン上の研修を進めるというような思いでおります。これはもう最後ですね、これはデーパーマ会議の時です。180人ちょっと、多分、ここにはもう早かったと言うか、全部で、
簡単にも書いておりますけれども、ここにあるような提供だったということでございます。VTR 工事という方にみんなで参加されていこうねというようなことをお話しさせまして、私の講演を終わりさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。プロジェクトの運動家の実況に、全然全然取り組んでいられるんですけれども、そういう話をしているときは、なんか、一部で早い一部で収入が増えたので、続けまして、運動が4人で、それぐらいセッションが多分残っていくんですけれども、ちょっとここで、その、フライト準備なので、お時間なんですけれども、通常の連絡になっているんですけれども、それから、今まで、一時間かかるんですけれども、5時から3時に開始ということをさせていただければと思います。